うちの子と一緒で端っこずっと歩く子がいる。待ってくれてんな。はーい。嬉しいな。これね。え、なんだ。社交的だね君。もしもし。もしもし。もしもし。なんちゃん一体で。ありがとうございます。そう。作ったの。作った手作り。ね、すごいですね。あ、本当ですか。ありがとうございます。評価。そうなの。ね。あ、そう。あ、そっか。そうだよね。何歳ですか。あ、じゃあそうだよね。一番ね。評価。はいはい。大丈夫よ。もしもし。社交的にならないとほら。ですか？すごい。おお、元気に走ってる。あ、すごい。なんだっけこれってもうほら。どっかに鳥がいっぱいいるよ。これね。リーズの手がね、変な方に開いてたね。何が見える？山が見えるだけじゃない。これ何まだ？どっちなんでしょう。山見えないけど、なんか書いてる。あ、一般道だ。待って。猫いたよ。あ、すいません。猫が。あ、猫ね。猫じゃあそこいるんですよ。あ、はい。あの中にいます。あ、そうなんですか。あれが測量した後。まだ下やってるけど測量。来年ぐらいから工事入るんですかね。猫ちゃん。あれ、大きい。すごいだね。これでランはさ、またドッグラン競争になっちゃうかもね。甘えております、私。大きいワンちゃんだ。言うと思った。南町田思い出してた。大きい。なんていうんだろう。すごい。大きい。女の子だ。ね。走り方が全然違う。ランダムで走らないじゃん。名前間違えちゃったね。空いてればちょっと食べてきますかって。今日焼き栗、あんた栗が嫌いなんだっけな。